スバギです。お願いします。
工学部4回生の上田です。よろしくお願いします。4回生で今回ライブ出てるのもあと2日目にもう1人いるんですけど、まあ、2人しかいなくてちょっと寂しいなっていうのもあるんですけど、まあ、今回2人見に来てくれてる人がいて、同期でもまあ嬉しいなって思うところもあります。あと、まあ、ちょっと出しゃばってあれなんですけど、まあ、自分が3年間このサークルにいてよかったなって思うところとかちょっとだけ言って終わりたいなと思います。1年生の頃から、まあ、最初からずっといてて、今までやってたライブ多分全部出てるのかなと思うんですけど、みんな音楽にほんまに真剣な人もいたり、さっきの事件のようななんかエンジョイ勢もいたりしてちゃんとやってる時もやってるし、ああいう風におちゃらけて楽しくやってる時もあると思うんですけど、本当になんかいろんな人がいて、みんなそれぞれあのサークルを彩ってくれてるのかなと思ってて、まあ、本当にどんな人でもなんか馴染めるのかなって思うような環境が SU にはあると思ってます。あの、まあみんな気軽に入会してくれたら嬉しいなと思います。以上です。向上の2回ドラムの鮭です。よろしくお願いします。内蔵君はなんか最後に面白いことが話してくれました。管楽教育の2回のキーボードのありがです。お願いします。管楽2回小学部のベースの雷蔵と申します。面白いこと、なんか授業始まったじゃないですか。なんか一緒に授業を受ける友達がいるんですよ、結構同じ授業。なんかそいつ彼女って、でまあよく授業受けてると隣でスマホ出してるんでブブって携帯触れて画面光るんですけど、彼女から LINE 来てて、なんかちゃんと授業受けて偉いねとか、めっちゃもうママやんと思って、ちょっと羨ましいなとか思ってます。そんなライゾー君でした。このセットリ考えるときに、まあ、曲こう順番決めて、まあ、2曲目の間に MC かなっ って、まあ、でまあライゾー君が面白いこと言って爆笑の渦になって次の曲っていうストーリーなんですよね。まあ、まあ爆笑の渦になったかどうかはまあねね、そういうことでして、ちょっとあのこのバンド1週間で2回しかスタジオが入れなくて、この1週間で仕上げまして、ちょっとあの大目に見てください。
テ曲、みんな知ってる曲なので盛り上がってください。